どうもクロスロードラボです。今日はウイスキーの価格の推移について、見ていきたいと思います。はい、どういうことかというと、この数十年でウイスキーの価格ってどういうふうに変わっていったのかっていうのを代表的な銘柄を挙げて、見ていきたいと思います。はい、最近ウイスキー飲み始めた方だったりとか、若い方とかはね、昔ってウイスキーの値段いくらぐらいなのかなって思った方って結構いると思うんですよ。それとやっぱり周りからウイスキー昔安かったんだよとかね、すごい聞くと思うんですが、一体どれぐらい前の話なのか、昔になればなるほど安かったのか、そういうのをちょっと代表的な銘柄を挙げて、見ていきたいと思います。はい、でこの数十年、様々なことがあってウイスキーの価格が変動しています。1971年には、洋酒、ウイスキーなどのブランデーとかね、ワインとか洋酒の完全自由化で、1972年4月からはウイスキー等の、関税の引き下げがあったりとかですね、一番大きいのはやっぱり1989年酒税法の改正がされて、ウイスキーがだいぶ安くなるというね。なので1989年より少し前、1986年ぐらいの価格から見ていきたいと思います。はい、ちなみにですね、1986年、東京都の最低賃金は、488円でした。そして国立大学の1年間の授業料25万2000円、そして少年ジャンプは170円でした。現在はいくらかというと、東京都の最低賃金1013円です。すごい違いますよね、倍以上。そして国立大学の1年間の授業料53万5800円で、少年ジャンプは280円ということになります。ということは、この頃は今よりは平均月収的なものはだいぶ低いですよね。はい、そういうことからもこの価格の違いを考えてもらいたいなと思います。まずはですね、スコッチシングルモルトの定番、ザ・グレンリベットからいってみたいんですが、グレンリベット12年ですね。ちなみに1986年はだいたい750ミリですね。はい、今より50ミリ多い状態になっているんですが、ザ・グレンリベット12年はですね、この頃1986年なんと1万2000円します。はい、めっちゃ高いですよね。そして1989年、酒税法が改正され少し安くなるんですが、それでも1万円。はい、ちなみにこれ定価っていう感じですね。一応定価っていう言葉にしておきます。希望小売価格だったりとか、オープン価格とか、それぞれ意味合いは違うんですが、一応、定価という言葉に統一したいと思います。はい、で1992年、少し安くなって8500円になるんですが、98年さらに半分ぐらい安くなって4440円になります。はい、ここぐらいでね、グレンリベットは価格が落ち着いてですね、しばらく変わりません。で現在は2016年あたりから少し上がって5370円っていうのが一応定価という形になっています。もちろんアマゾンとかはかなり安いので、正規品でもここから、さらに、2000円近いのかな、2000円近く安くなってますね。3000円台ですもんね多分。ちなみにアマゾンってかなり安いですからね、僕が住んでる町の酒屋さんでアマゾンより安いとこなんて一軒もないです。はい、もちろんね、ドンキホーテ安いとかそういうのもあるみたいなんですが、僕の住んでる町には残念ながらドンキホーテがないんですよね。続いて、グレンフィディックなんですが、当時はですね、グレンフィディックピュアモルトという名前でした。はい、年数表記はついてなかったんですね。で750ミリ、これも1万2000円でした。超高い。そしてその後89年ですね、酒税法が改正され1万円になります。でしばらく1万円が続きますが、1998年にはですね、なんと4500円になっていました。で2000年代前半にはですね、グレンフィディック12年という今の定番品が出ているので、こちらに切り替わります。そして、価格は6000円になりますね。で2014年はね、マッサンが放送された年ですね。放送が始まった年です。この時はね、かなり安くて3100円が定価だったので、もう多分2000円台で買えたんでしょうね。はい、で今の定価は3500円という感じになっています。はい、次はですね、ボーマー12年アイラ島のシングルモルト。はい、1986年には1万円もしました。1989年になるとですね、8500円
そしてなぜか92年1万2000円になります。ちなみに今はボーモア蒸留所っていうのはサントリーが所有してるんですが、この頃はねまだサントリーが所有してるわけではありません。94年に完全にサントリーの所有になります。1998年は8500円、はい、で2002年に6000円になり、2014年マッサンが、放送開始した年は3700円まで値段が落ちます。で今は少し値段を戻して4500円ぐらいですね。だいたいアマゾンだと3000台から4000円ぐらいの価格ですかね、うん、続いて、シングルモルトのロールスロイスザ・マッカラン12年、これはなんとね1986年1万5000円もしてるんですよね。超高い。1989年は1万2000円まで価格が落ちて、そして1998年、90年代も終わるというのにまだマッカランは1万1180円もします。高いですよね、うん、こんなにマッカランって高かったんですよ昔で。ね2000年代前半、2002年はですね8000円、うん、だからまあ大体7000円ぐらいだったんでしょうかね、はい、7000円台で市場価格的には買えたんじゃないかなと思いますが、2014年、なんと5000円まで値段が下がります。超安いですよ。この頃はですね本当安くて、酒屋さんとかもあの何本買ったら1本プレゼントみたいなことも結構キャンペーンでねやってました。で2016年、価格がここから上がっていきます。6000円になり、2018年は7000円になり、そして現在は8000円というふうにね、もう1000円ごと上がっていってますね、はい、でも2002年の価格まで戻したということですね、ちなみに忘れちゃいけないのは、さっきも一番最初に言いましたが、1986年の、東京都の最低賃金は488円です。現在は、1013円です。ちなみにね、はい、これ定期的に言っとかないとね、感覚が分かんなくなりますからね。続いてブレンデッドウイスキー見ていきましょう。まずバランタインファイネスト、はい、これはね1986年は、4000円しました。はい、高いですね4000円。よくよく考えるとなんかさっきから1万2000円とかの数字が出てきてたので、86年はね感覚がちょっと麻痺してきますが、バランタインの一番低価格帯のものでも4000円したということなんですね。そして89年になり3400円で、続いて1998ですね、1998年には2350円、だんだん値段下がってきてますね。そしてちょっと飛んで2014年にはもう1390円、はい、これは現在も同じ価格です、はい、ここに落ち着いたという感じになってますね。ブレンデッドウイスキーは割とこうなだらかにずっと落ちていってる感じがしますね。ジョニーウォーカーレッドラベルを見ていきましょう。ジョニーウォーカーレッドラベルは当時1986年は4000円でした、はい、ここはバランタインファイネストと同じ価格だったんですね。で89年は3200円、どこで値段が落ちたかというと1998年ですね、1930円でした。だいぶ今の価格に近いです。そして現在は一応オープン価格となってて定価っていう感じじゃないんですが、まあだいたい市場価格でいうと1000円ちょっとぐらいですよね。多分バランタインファイネストと同じぐらい、1300円ぐらいが多分、希望小売価格ぐらいになってるんじゃないかなと思いますね、うん、もちろんすごい安売りの時、900円台とかでね買えたりもしますけど、ちなみにですねザ・スコッチと呼ばれるぐらいの、スコッチといえばこれっていうね定番のバランタイン17年価格の推移を見ていきましょう。86年は1万5000円でした。はい、超高いですよね。なんとねマッカランと同じ値段したんですね、はい、もうグレンリベットとかグレンフィディックとかね名だたるシングルモルトより高いんです当時はね。そこから89年に1万2000円になり、そしてなぜか92年に1万5000円に戻ります、はい、そしてですね2002年、まだね1万1180円もするんですよ。高いですよね。そして現在は値段ちょっと分かんないんですが、正規だったらいくらでしたっけね。一応 Amazon で見ると5750円になってますが、前6000円台とか7000円ぐらいがもしかしたら、今の希望小売価格ぐらいの価格なのかもしれませんね、うん、
ちなみに86年の、ジョニー・ウォーカーブラックラベル8000円です、ジョニー・ウォーカースイングはなんと、1万5000円です。超高いですね。この頃はですね、ジョニー・ウォーカースイングが、ジョニー・ウォーカーのスタンダード品の中では一番最高級品という形になってます。はい、デュアーズのホワイトラベルはなんと86年は4150円、そしてホワイトホースも4150円とね、軒並み金額は高いですね。ちなみにね、1986年、値段がね、僕が調べた中では安いものがありました。それはなんとね、ザ・マッカラン25年です。はい、この頃定価8万円でした。現在はね、一応マッカランの海外のオフィシャルサイトの金額、今日本ではもう正規で、金額出てないのかなと思うんですが、ちょっと前まではね12万円ぐらいだったと思うんですが、今ね22万円ぐらいしますね。1600ポンドぐらいしますので、はい、もう全然この1986年より倍以上の価格がついてると思ってください。続いてちょっとバーボンとかも調べたんですが、ちょっと尺の関係で飛ばしたいと思います。何か他にもあのスコッチとかバーボンで気になる銘柄があったらコメント欄にね書いていただければ、サブチャンネルとかでやりたいと思います。はい、で日本のウイスキー少しだけ見ていきたいと思います。1986年はですね、まだ、山崎のノンエイジ、サントリー山崎のノンエイジが出てなかったので、この当時はピュアモルト山崎という名前で、今のですね山崎12年に相当するものが発売していました。はい、一応年数表記はついてなかったんですが、山崎12年ですね。この頃は山崎、ピュアモルト山崎ですね、はなんと1万円でした、定価。はい、なんと今より高いです。そこから89年酒税法が改正され7500円になります、定価がね。で98年にはですね6780円になって、2014年マッサンが放送開始した年7000円になってます。ちょっと価格下がりましたよね。そこからですね、2015年マッサンが放送終了した年ですね、はい、サントリーはですね山崎とかを一斉値上げします。はい、日課もそうなんですけど、それで8500円になります。そして今の価格ですね。でちょっと言い忘れてたんですけど、全部消費税抜きの価格帯です。はい、1986年には消費税がないですし、今は消費税が 10% なので8500円プラス850円という感じですね。はい、でもちろん86年は山崎18年とか25年は発売していません。白州もまだ発売していません。86年は響きも発売していません。ちなみに響きはですね、1989年発売当時は定価1万円でした。はい、ちょっと高かったんですよね。そこからね値段が少し下がって、98年には9190円になりますね。で2014年、1万円ちょっと値段が上がってます。はい、発売当初の値段になってますね。で、2015年に価格が上がった年、1万2000円まで価格が上がりました。そして、響き17年は9倍という形になりましたね。はい、他のねブレンデッドウイスキーとか、日課のウイスキーとかもこういう価格の変動をしてて、まあそんなに見てても、まあそれぐらいだよねっていう価格の変動ぐらいしかしてないんですが、さっきの響きみたく、例えば日課の鶴、今蒸留所限定で発売してますけど、発売当初ね1986年ではですね1万5000円だったんですね。そこから1万2000円になり9000円台まで落ち、そして現在1万5000円ですから戻ったんですね。でも何度も言いますけど、86年は、東京都の最低賃金488円ですからね。で今1013円、そうやって考えたら少し安くなってるのかなっていう感じもしますよね。でそんなに値段変わってないものも意外とあってね、スーパーニッカ、スーパーニッカは86年3570円で89年に2870円まで落ちます。はい、そこからね少しじわ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 下がって、98年には2240円まで下がるんですけど、今の定価は2500円という感じになってますから、割と妥当な金額ですよね。こうやってねそんなに変わらないものも結構あるんですよね、日本のウイスキーはね。はい、洋酒ってなるとやっぱりいろんな理由で
価格の変動があるんですが、日本のものはそんなに変わらないですね。やっぱり2008年、2009年、2010年とハイボールがすごい勢いで伸びて、ウイスキーがどん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 飲まれるようになって、需要がどんどん増えてきて、価格が元に戻ってきたっていう捉え方の方が正しいかもしれないですね。こうやって見ると、90年代、2000年代とウイスキーが全く売れなくて、もう苦肉の策で安くして安くして安くして、キャンペーンやったりサービスしてっていう感じで、価格は落ちていったんだと思いますが、今はね、需要がしっかりあるので価格も元に戻ってきて今の市場価格になってるんじゃないかなと思いますから、もしかしたらもうちょっと上がるかもしれないですよね。下手したらどの辺が適正価格なのか、それはもちろん買う側からしたら安ければ安い方がいいですが、すごい客観的に見たらどういう感じに思うのかっていうのを、皆さんの意見を、コメント欄にね書き込んでいただけるとありがたいです。そして、中身の問題、中身の問題もですね、やっぱり売れない時期は倉庫に余ってるね長熟のウイスキーをどんどん使っていかないと、どん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 熟成させすぎも悪い場合がありますから、もうピークを迎えたものは使っていかないといけないのでね、例えばマッカランの12年にももう20年以上熟成の原酒を使ってたかもしれないですし、だからどん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 味がライトになっていくっていうのはもう仕方ないことなのかもしれませんね。今はしっかり需要がありますので、わざわざ長熟の原酒を12年もののね、シングルモルトに入れる必要もないでしょうし、なんといっても人気があるとこは原酒が足りないぐらいですからね、なのでまあ長熟の原酒を若い、ボトルに混ぜるっていうのも苦肉の策だったのかもしれませんね、今がもしかしたら標準なのかもしれません。すごい客観的に見た時の話ですけどね。そんな感じで今日は終わりたいと思います。何か気になることがあったら、サブチャンネルの方でねやりたいと思いますので、どしどしコメントいただけるとありがたいです。それではチャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルの登録をお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。